杉山神社は、神奈川県横浜市港北区の神社。旧日田村、吉田の豪舎で、横浜市内唯一かつ旧、武蔵国の式内社である、杉山神社の有力論者の一つとされている。房総半島より移ってきた一族が祀ったとする、説がある。創建時期は不明であるが、武蔵式社記では、鈴木国吉田というに杉山という小地名ありて、 そのところに座す社実績なり、文化、文政期に編纂された、新編武蔵風土気候では、女地二段を世、村の北方にあり、石灰数級を上りて社前に鳥を立つ、本社二軒に二軒半、廃殿三軒に二軒、南向い、新体不動、村内小福寺の持ちと、それぞれ記されている。なお、当神社の神宝や、由緒書等は、 別当時であった昭福寺により保管されていたが、同寺院の火災の際に、ことごとく消失したと伝えられている。1873年には、当時の続き国吉田村において豪舎に、列格している。当社を式内舎とする説は、新編武蔵風土機構が編纂された、文化、文世紀以前より存在するが、幕末の浸透化であった、斎藤義彦や、郷土史屋の菱沼勇による、 武蔵国式内社の歴史地理などではこの説を有力としている。岸沼勇はこの地域に杉山という称名があることや、この地域の旧家で当人者とも関わりがある森家には千年以上の歴史を有するという区伝があること、さらに森家の背後にある丘陵にはかつて大きな勢力を誇った土豪がいた証にもなる古墳の浅間塚があることなどを根拠に挙げている。また、 江北区市では、森家の森は、鎮守の森を由来にしていると言われ、道家は地元で、杉山様と呼ばれていることが記されている。この他にも、近くの早淵山頂面には、北川表の上遺跡及び、北川貝塚があり、新編武蔵風土気候における、鈴木郡吉田村に、大きな貝塚があったとの記載や地元において、貝塚畑という故障が残っているなど、 この地域周辺における遺跡の存在は古くから知られていた。当社も他の多くの論者と同じく鶴見川水系沿いの高台に鎮座している。当社には新職が常駐しておらず、ほどがやく瀬戸ケに町にある八幡社の兼務者となっている。神奈川県横浜市港北区新吉田町4509。ありがとうございます。